今日の私のハッピーポイントを発表させていただきます。今日は朝からとっても寒い風が吹いていて、日直で門に立っているだけでもすごい寒くて、帰りはもうコートを着るぐらいの寒さだったんですが、子どもたちはお休み明けということでもうお外で元気よく遊んでいて、そんな子どもたちの姿を見て、なんか私もこんな寒そうにしてられないなっていうのが喝が入って、私も気合で頑張りました。そして中には年少の女の子が、先生寒いならココアを飲んだ方がいいよなんて言ってくれる子もたくさんいて、なんか心があったかくなりました。そして今日の給食では栄養納豆が出ました。これ納豆が出るとこれ何っていう子も中にはいて、栄養納豆って言うんだよって言うと、もうなんかご飯をと納豆一緒に食べて、もうすぐにわあなんかすごい栄養がたまったっていうなんかお話が出て、なんか面白いなっていうのと、なんか霊障さんならではのなんか発想なんだなっていう気持ちで、なんか心が温かくなりました。そしてその後の会話も、栄養がいっぱいたまったからお外もいっぱい遊ぼうなんていうなんか会話も聞こえてきて、なんかとっても嬉しくなりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。